いつもさ、あんちゃんさ、ソファーに乗るときさ、地面からピヤーンって飛んでここ乗るじゃん。こないだここ、こっち。こっから飛び降りたよね。こっからピョンって、もう父ちゃん肝を冷やしたよ。アナはもしものことがあったら怖いの。アイちゃんの大事な大事なお足が怪我しちゃうかもしれんもん。何か対策を考えないか。アナが安全にこのソファーを登ったり降りたりできるように。そのためにこの、ここ無印のクッションが置いてある。だけどアナはさ、もうビヨンって他のところから飛び降りちゃう、こっちからね。ねえ、ねえ、わかる？対策。ねえ、どういう対策していこうかねと思った時に、まず考えたのはこの無印クッションをこっちにも置いて、たくさん置いてね、これをいくつか置いて、あのが、もういきなりドーンって地面に飛び降りんように、一回ここクッションを置いて、そう、こういう風にね、それか、あ、戻ってきて。父ちゃんたちさ、もう一個考えたのは、もうソファー自体、背の高いソファー、これ今40センチぐらい、地面から40センチぐらい、これを30センチぐらいの低いソファー、まあ要はこれだね、この高さぐらいのソファーに変えるっていうのもどうかなと思って。父ちゃんはこのソファーがとても気に入っておるのです。できればね、この無印のソファー、もうすごいこのさ、木の感じが好きでさ、でもこれできればこれを使い続けたい。よっぽど上回るソファーじゃないと買い替える気はないけどね。県内の大きい家具屋さんはいろいろ言ったけど、いいのがなかった。まあまあすごい高いやつならあるよ。もう何十万もするやつならあったけど、父ちゃんたちが買える値段で、それでなおかつ低くてこう木が使ってるやつがいいもんで、そういうのがもしあれば、ね、今日は見に行ってね、買えるといいね。あんちゃんの新しいソファーが見つかるかもしれん。見つからんかもしれん。ドライブ行くよ。ドライブ行くよ。ドライブ行くよ。アクタス六甲店へやってきました。やってきました、神戸です。嬉しそうな人がやってきました。エレベーター乗るよ、アナ。なんだらね、ここ。前向きできたのに、いつの間にか後ろ向きになったね。今日は神戸のアクタスで見たいソファーがあるんで、ちょっと早速中行ってみたいと思います。あのはカートで入れるもんね。マジか。ここからは音声でお届けします。ローソファーで、あ、これあったあった、これだ。あーちゃんあったよ、このソファー。かわいい、ね、かわいいね。うん、後ろもかわいいよ。座ってみたい。いくら？値段上がってるよ。でさらに今セールで19万3千で、横に広い、そんな私たちも行かないので、じゃあこれは広い方で、これの狭い版を考えておる。あみちゃんほったらかしだ。あみちゃんほったらかしだね。母ちゃんがほらくつろいでおるよ。ああ、ソファーガチャだね。楽しいね、待ち遠しい。でもね、2ヶ月かかるって。長いね、先は長いね。あみちゃん、あみちゃん、ご飯あのはごおやつを食べる。あのはおやつを食べる。もうダメだしよ、母ちゃん、もう食べ過ぎだって。あの食べ過ぎだって。せっかく神戸まで来たので、少しだけ観光します。あのなんかおしゃれなお家だね、ここね。伝統的建造物。風緑と風緑の館からあのです。はい、はい、あのさんたち神戸から帰ってきました。ですね、結果ソファーをついに買ってしまいました。今回買ったソファーはアクタスのジャルビソファーってやつです。座面までの高さが30センチ、かなり低いです。なんでアノがジャンプして下に降りても安全な高さですね。後ろが可愛いんだよ、これ。後ろほら、これ木になってる。可愛くない？これほらほら、こんな感じ。背もたれとかも木でできとってね、むっちゃ可愛い。値段はですね、17万6千円。むっちゃ高かった。でもね、思い切って買っちゃった。でね、布の生地で値段が変わるらしいんだけど、父ちゃんたちが買ったのはランク5、下からね、2番目のやつで、ちょっとだけ値段がアップするやつ。これでね、3万6千もする、カバーだけで。まあ、これ入れて全部で17万6千円。あ、消費税入れると10、送料か、これ9千円。うん、配送料がかかるもんで19万3600円。うわ、なんとか20万円いかずに買えました。あんちゃんも来て。届くのなんですけど、お届け10月6日、まだまだ先なんですけど、届いた時はちょっとまた動画で撮りたいと思いますんでね。今はね、この可愛いソファー、これもすごいお気に入りの無印でね、7万円ぐらいだったかな。またあと1ヶ月ちょっとね、あんちゃん楽しく思い出を作ろうと思います。
新しいの来たら安全安全になるから、それまで注意してね、ソファーのフォローね。まだまだ分かってなさそうです。ソファー届くのがとっても楽しみです。ソファーが届いたらまた投稿します。